地味ながらも堅実な試合を見せてまいります。この男、川端騎士の入場であります。もうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。蹴ってまいります。エルボー組み合います。ロープに振った。バックフリップで落としてまいります。バット返します。顔面へのキックです。起こしてまいります。組みに行きます。逆に投げてまいります。全体重を落としてまいります。掴みます。させません。ロックアップ、逆に倒します。ニードロップ、掴んだ。いやらしい攻めを見せてまいります。腰を落とします。フロントからのキック、キックを打っていきます。掴んだ。エルボーを入れていきます。逆に返します。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、荒っぽいファイトを展開してまいります。さあ、その円熟した試合運びを早くも展開中であります。新世紀の世の中に昭和の香りを醸し出すこのレスリングテクニックは、ベテランならではの妙技といったところでしょうか。行くのか。こうやって投げられた時に受け身を取ってますけど、プロレスの受け身は他の格闘技以上に難しいんですよね。だから反復練習っていうものはとても大切なんです。ああ、そうなんですか。相手を挑発してまいります。行くのか。ロープに飛ばした。組み合います。返してまいります。バックを取ります。耐えます。ドロップキックを放ってまいります。アット、エルボー打ち込んでまいります。ブレーンバスターに打たせません。行きます。巻き投げで切り返します。起こします。蹴ってまいります。ロックアップ、巻き投げで切り返します。スタンディングを取らせます。意地を打ち込んでまいります。パンチで返します。バックに回ります。逆に返します。引き起こします。腕を回します。あと返します。この辺りのグランドサッポーなんですが、いかがですか。そうですね、
こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。あ、そうですか。さあ STF ロープブレイク、ブレンバスター行くのか。あと逆に投げていった。フロントキック、重いですね一発が。バックを取って、後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ。10分経過。天秤。ムーンサートプラス。カウント 2.8。そうは今夜は下ろしません。小股に挟んだ。来た来た。パワーバン。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、バックに回った。あー、今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。あと逆に切り返した。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。起こした。腰に手を回した。おー、首や悲鳴を上げた。立たせていく。腕を回した。垂直落下式 DDT。 脳天にクイーンアウト。アウト。岸壁の母の胸に抱かれました。そのまま体固め。ロープに逃れた。抜くのか。投げっぱなし。パワーパーム。ここでロープブレイク。腕をフックした。直下式ブレンバスター。前頭葉は砕け散った。ムーンサート。カウント組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。
土方タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー健太くん、プロレスリングノア210パウンド志賀健太郎。志賀190パウンド赤コーナー全日本プロレス300パウンド嵐。嵐220パウンド土方龍二。土方レフリー阿部慎介。木槌がゴングの眠りを晒してまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ラフ殺法に転じます。ガードします。チキンウィングに固めてまいります。バックに回ります。あっと返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。腕ひしぎに取ります。ロープにブレイクしました。おっと逆に捉えた。まだ序盤ですからね、こういう技は読まれやすいですよね。そうは問屋は下ろしませんね。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのが効くんですよね。ああなるほど。腕をフックします。蹴ってまいります。ブロックします。ブロックします。返してまいります。館内も盛り上がります。組みに行きます。逆に返します。リストを固めてまいります。ロープに逃れました。ロックアップ、切り返します。この辺りどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。キックであります。行くのか。ロープに振った。フロントからのキック、キックを打っていきます。ショートレンジのラリアットであります。アットエルボー、リング下に降ります。掴んだ、ボディスラムです。全身でぶちかましてまいります。ストンピング、小股に挟んだ。さあがっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。リングに戻ります。リングに戻ります。ここでスイッチ、ロープに振って掴んだ、エルボー強烈、あとキャッチした、足を打ちつけていった、腕を取った、あと逆に腕を取った、逆に返した。ここでタッチだ。いけるか。ロープに振った。もう
はり振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。足を殺していった。ガジェット組み合った。バット返した。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ガジェット組み合った。そのまま締め上げる。パンナを落としていく。膝を狙っていった。おっと、逆に取られた。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね。ここから自分のペースに持っていきたいですね。ドロップキックが突き刺さる。ストッピングを捉えた。このカウント2で返します。腕をフックした。させません。腰を落とす。打たせない。あっと、エルボー。すごい形相で締め上げていく。腕を閉じた。腕ひしぎ十字固め。ドロップキック。腕を取った。腕を壊しにいった。すごい音がした。ロープに飛ばした。張り手ブロックした。抱き起こす。組み合った。あと逆に投げていった。その仕掛けが早いですね。勝負にいってますね。あと逆にキック。腕を回した。五臓ロープに染み渡る。
蹴り上げていく。あっとキャッチした。円錐蹴り。スレーパーで頸動脈を締め付ける。すごい顔で打つ。引き起こす。そばっと起こした。ランニングしたら膝。抱えた。させません。いけるか。締め上げていった。ハンマー気味のパンチ。20分経過。立たせていく。ミールキックのこめかみに入った。投げていった。あっと鈍い音がした。立たせていく。ブレンブスターで切り返した。組み合った。ロープに振って腕をフックした。
カウントは入る。ロープブレイク、ガジェット組み合った。おっと、脳天粉砕か。抱き起こす小手、落とした。タイガースプレイクス、ロープブレイク、ロープブレイク、ブレインバスターで投げつける。腕しげ入った。岩壁の母の胸に抱かれました。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。60分一本勝負を行います。青コーナー、ギガンテス、プロレスリングノア、275パウンド、森島武志、290パウンド、リキリキロー武志、リキリキ、赤コーナー、R.O.D. ギガンテス、330パウンド、ギガンテス、ギガンテス、ギガンテス、310パウンド、頑張れ、ブキャーナン、いけ、ガンガンいけ、レフリー阿部慎介、ギガンテス。鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。強烈に締め上げてまいります。ロープに振った、掴みます。ハンマーを振りかざします。ブレーンバスターに取ります。打たせません。行くのか、コーナーに振った。あと逆さ釣りにしてまいります。
マーが襲ってまいります。組みに行きます。ロープに飛ばした。組み合います。巻き投げで切り返します。スイッチしてまいります。掴んだ。キックで返します。掴みます。させません。ロープブレイクです。組みに行きます。ロープに振って強烈なキックです。引き起こします。行くのか。対角線に飛ばした。カウンターで返します。小脇に抱えます。エルボーで返します。キックを打っていきます。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。そのまま全体重を預けていった。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、ハンマーを打ち込んでいきます。組み合います。倒してまいります。ロックアップ。逆に返します。スリーパーに捉えます。水平を打っていきます。掴んだ。キックで返します。張ってまいります。ここでタッチです。掴みます。逆に返します。組みに行きます。逆に投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。ドロップキックであります。ストンピングです。ストンピングを叩き込んでまいります。ロックアップ。逆に投げてまいります。バックドロップの体勢。エルボーでブロック。ハイキック起こします。肘を打ち込んでまいります。腰を落とします。リバースで返します。ラフサッポーに転じます。チョップが唸ってまいります。巻き投げで切り返します。ラフサッポーに転じます。掴んだ。させません。ここでタッチです。そのままプレスしていった。引き起こす。全体重を落としていった。抱き起こす。組み合った。ロープに振ってラリアット左腕。そのまま締め上げる。ハンマー気味のパンチ。いけるか。逆に振り返した。ストッピングを叩き込む。
ました。顔面のキック蹴っていった。組み合った。あっとコブラツイスト。エルボーを入れていく。顔面蹴り上げる。チョップ強烈。掴んだ。ハンマーパンチ強烈。エルボー、ギロチンを落としていった。立たせていく。腕を回した。打たせない。奥歯を噛みしめた。パワーボムだ。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。打ってる方も辛いはずですよ。はい、エルボードロップ強烈。いけるか。巻き投げで切り返した。起こした。腕をフックした。バット逆に投げていった。さあタッチ。これは強烈ですね。そうですね。至近距離からのラリアット。コーナーに登ってバット逆にキック。のど輪か。合掌ひねりで叩きつけた。気合を入れた。トップロープを狙う。ダイビングバディプレス。カウント3が入りました。60分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア240パウンド井上マサオ230パウンドモハメドヨネヨネ
正雄赤コーナー全日本プロレス235ポイント宮本和志250ポイントジョージハインズジョージレフリー阿部慎介和志打ち回されてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組に行きます。ロープに飛ばした、走り込んだのエルボー、空中戦を狙いそうだ。ここは戻ります。行くのか、コーナーに振った、ヒールキックが止め髪に入った。組み合います、ボディースラムで投げてまいります。抱えます、あとリバースで返してまいります。ロープにブレイクしました。ロックアップ、ロープに振って、ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。腰を落として逆エビ固めの体勢です。ロープブレイク、アップ、エルボー、腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。ロープに振った、ドロップキックを放ってまいります。スイッチしてまいります。呼吸を整えています。蹴ってまいります。組に行きます。逆に返します。陸上はリバースボストンクラブの体勢です。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。リング上はキャメルクラッチの体勢です。つかみます、エルボーを落としてまいります。チョップが上がってまいります。つかんだ、バスターが叩きつける。3つが入りません。ストッピング強烈、エルボーを打ち込む。ここが攻め時ですね。相手がダメージありますからね、一気に行きたいですね。ブロックした、もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。ここでタッチだ、おっと逆に捉えた、円錐切り、グラウンドの締めに転じる。エルボーを入れていく、バックに回った、アップパンチ、すごい顔で打つ、ガードした、ストッピング、エルボードロップ強烈、掴んだ、あっと逆に蹴っていった、あっと逆に投げていった、ガードした、ロープに逃れました。ブロックした、気合を入れた、頸動脈を絞り上げる、
強烈、逆肩ダイブで一気に決めていった、エルボー強烈、カウントは入る、ここでロングブレイク、首根っこを掴んだ、エルボーの連打、ガジェット組み合った、逆に返した、さあタッチ、10分経過、10分経過、バックを取って投げっぱなしのタワーマンスープレックス、トップロープを奪う、ガードした、腕を決めていった、抱き起こす、今クリーンヒットしましたね、はい、グロッキー状態か、あっと顔面踏みつけ、張り手、踏み合った、対角線に飛ばした、コブラクランチで叩きつけた、もう精神力としか言いようがないですね、意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよね、ストバックに突き刺さった、あっとエルボー、顔面を捉えた、腕を回した、ストバックを狙っていく、いけるか、そのまま締め上げる、ハンマー気味のパンチ、引き起こす、ブレンバスター行くのか、五臓六腑に染み渡る、円錐蹴り、ここでスイッチ、フロントキック、組み合った、強烈に締め上げる、ハンマーを落としていく、ラマヒストラル、カウント 2.5、 ハッター、15分経過、おたけびを上げた、ふっと返していった、いけるか、ボディスラムで投げつける、小脇に抱えたバックドロップ、岩石砕け散る、コーナーに登ってスワッドを強烈、うー危ない、カウント2であります、あとキャッチした、後頭部円錐、起こした、腰に手を回した、ブルース芸術品、ジャーマン、岩壁の母の胸に抱かれました、蹴り上げていく、やったいのブレンバスター、エルボー強烈、頭を掴んでさせません、首根っこを掴んだ、あっと逆にキック、ガジェット組み合った、ロープに振った、あっと逆さ押さえ込み、ロープブレイク、すごい音がした、抱えた、蹴っていった、
ゲット、ロープに振っていけるか、おっと丸めていった、ロープに逃れた、すごい音がした、腕をフックした、あっとストマックのあたり、あっと耐えた、ガジェット組み合った、ロープに飛ばした、なだれ込んでるラリアット、体を預ける、熱すぎる戦いだ、完成、カウント3つ、カウント3つ入りました。がふてぶてしい表情で入場してまいります。会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。ストンピングを叩き込んでまいります。掴みます、エルボー組み合います、ロープに振った。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。ストンピングです。おっと逆に捉えた、フロントから落としてまいります、チキンウィングに固めてまいります、逆水平を打っていきます、掴んだ、あっとエルボー行くのか、ロープに飛ばした。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやあのね、全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。あっとキャッチした。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。
さあ、心臓に3本の太い毛が生えております。この杉浦隆、30を過ぎた不良中年は今日もふてぶてしいファイトを見せるのか。肝っ玉親父に怖いものなぞありゃせん。ボディスラムで投げてまいります。スタンディングを取らせます。ロックアップ、逆に返します。掴んだ、エルボーを入れていきます。引き起こします。腕を取ります。逆に腕を取ります。腕を殺してまいります。反対もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。このあたりどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。組みに行きます。逆に倒します。このあたりの攻撃いかがですか。いい攻めですよ。スタミナを奪うには効果的ですね。ラフ殺法に転じます。三角締めで締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。組みに行きます。返してまいります。カバーの体勢、ロープブレイクです。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、逆に投げてまいります。さあ、粘着質激しい、この3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。起こしてまいります。肘を打ち込んでまいります。ジャンピングに見せていった。カウントが入ります。カウント2つで返してまいります。ローリングしてのキック、抱えます。パンチで返します。小脇に抱えます。打たせません。腕を捉えます。あっと、エルボー、キックを打っていきます。行くのか、対角線に飛ばした。ショルダーをぶつけていきます。ニールキックがこめかみに入った。あと、逆さ釣りにしてまいります。蹴っていった。ガチッと組み合った。あと、逆に投げていった。エルボードロップ強烈、もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。逆にエルボーで切り返す。アーブロックで決めていった。ロープブレイク、組み合った。あっ、逆にパンチ。あっと、キャッチした。させません。10分経過、10ミリパス。抱えた、ブレンブスターで切り返した。スピア強烈、そのまま体固め。ロープに逃れた。キック、腕をフックした。ブレンブスターで投げつける。引き起こす、ストバックを狙っていく。今、顔面捉えましたよ。危ない状況か。対角線に飛ばした。読んでいます。まさに読み切り小説。カウント 2.5。 掴んだ。あと、耐えた。いけるか。あと、逆に倒した。バックを取って、受け身の取れないジャーマンスープレックス。さあ、これは逃れることができるのか。これは決まってますよ。フロントに捉えた。フロントスープレックスで引っこ抜いた。
を掴んで、あっと逆に蹴っていった。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。担ぐか、オリンピック予選スラム。立たせていく、あっとスピア。起こした、抱えた、あっとそのまま後ろに投げていった。抱き起こす、ジャーマンスプレックス。あと連続で持っていった。ロープに逃れました。オリンピック予選スラム、首から落下。気合を入れた、チキンウィングで固めていく。ここでロープブレイク、15分経過、15ミニッツパー。ロープに振った、ガジェット組み合った、ボディスラムで叩きつけた、打ち込んでいく、ブラッシュリングエルボー、フロントキック、いけるか、コーナーに振って、スピアタック、カウント入る、カウント姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。60分一本勝負を行います。青コーナー、金丸、プロレスリングノア、200パウンド、金丸よしのぶ。金丸、金丸、255パウンド、斉藤明俊、明俊、金丸。赤コーナー、 ROD 370パウンド、頑張れ、ジャマール、頑張れ、305パウンド、ディエロー・ブラウン、頑張れ、頑張れ。レフリー和田恭平。放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。
体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。ナックルを打ち込んでまいります。逆に投げてまいります。行くのか。リング下に落とします。相手を挑発してまいります。逆肩入れ固めに移行してまいります。組み合います。ボディスラムです。リング内に戻ります。ここでタッチです。リング内に戻ります。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。ショルダータックル、ストンピングです。抱えます。返し技冴えてますね。今のはよく読んでましたね。キックを打っていきます。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効くんですよね。ああ、なるほど。起こしてまいります。チョップが食らってまいります。顔面に突き刺さります。本来もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。返してまいります。このポーズです。ストンピング、蹴りつけてまいります。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ。ボディスラムで叩きつけます。スイッチしてまいります。ラリアット投げ倒し、ラフサッポーに転じます。顔面を切り上げます。ブレンバスターに取り、逆に投げてまいります。カバーに入ります。ロープでブレイクしました。腰を落とします。今すごい角度でしたね。いやー、ちょっと頭打ってるかもしれませんね。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。気合を入れてまいります。逆水平、蹴ってまいります。ブレンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。掴みます。キックで返します。ここでタッチです。組み合います。ボディスラム、この辺りの関節攻撃いかがです。ちょっと浅いですね。そうですか。フロントからのキック、抱えます。おっと、チョーク攻撃であります。抱えます。ボディスラムで投げてまいります。カウントは入る。ロープブレイク、張り手、蹴り上げていく。組み合った。ロープに振った。トラースキック、あっと、うまく切り返した。きちん進化、あっと、顔面踏みつけ。立たせていく。いけるか。10分経過。巻き投げで切り返した。
容赦のない攻めだ。バットバックに回った、エルボーで返す。ガードした、ここで持っていくのか。気合を入れた、フロントキック、ガジェット組み合った、そのまま締め上げる。いけるか、裏投げ。これはポイントになりそうですね。そうですね、ここはチャンスですよ。腕を取った、エルボーを打ち込む。おお、架空を見上げたか。ここでタッチだ。のど輪に捉えた、蹴っていった、組み合った、させません。逆にバックに回、バックに回ってスリーパー、岸壁の母の胸に抱かれました。コーナーに振って、ボディアタック強烈、引き起こす、腰に手を回した。おっと、そのまま後ろに落としていった。起こした、リバースで返した、カウント2つで返してまいります。バットキャッチした、バット逆に返した。さあタッチ、ガジェット組み合った。15分経過、15ミニッツ、首根っこを掴んだ、あっと返した。ここでスイッチ、バックを取ってジャーマンスープレックス、ロープブレイク、ロープブレイク、あと DDT、 トップロープを奪う、ボディープレスが降ってきた、3つは入りません。いけるか、対角線に飛ばした、ストンピング、ストンピング強烈、抱き起こす、カバーした、ロープに逃れました、ブロックした、引っこ抜きか、投げ捨て式のパワーバーグ、引き起こす、あーっとパンチ強烈、掴んだ、あーっと逆に蹴っていった、首根っこを掴んだ、あっと逆にパンチ、小股に挟んだ、あっと返した、見栄を切った、バックに回った、させません。ストンピングを叩き込む、起こした、場外に移行した、ラリアット抜くのか、パイルドライバーがぐさりと突き刺さった、ストンピングを叩き込む、ガジェット組み合った、お気をつけください。20ミニッツパース、キック、フロントキック、奥歯を噛みしめた、投げっぱなし、パワーパーム、腕をフックした、
シュミット流で倒していった。リングに戻ります。ここでタッチだ。リングに戻ります。さあタッチ。2位を落としていく。抑え込んでカウントは2つ。おっと逆に捉えた。強烈に叩きつける。抱えた。シュミット式で落としていった。立たせていく。エビが食べて抑え込んだ。オールを返します。組み合った。あと逆に投げていった。体を預ける。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。ラリアット至近距離。起こした。顎を狙っていく。腕を回した。脳天を強烈に打ちましたね。脳天直下型か。ここでスイッチ。4にもなる高タッグ、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。
タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。菊池、ケア、いけ。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー菊池、プロレスリングノア230パウンド菊池、菊池強し、菊池、菊池285パウンドタモー、本田タモー、赤コーナー ROD グラジー300パウンドザ・グラジーエイター、グラジー、グラジー270パウンド太陽ケア、レフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴んだ、ラフ殺法に転じます。行くのか、肩固めの体勢に持っていきます。蹴りを見舞ってまいります。エルボー組みに行きます。グラウンドに持っていきます。肩固めで頸動脈を締めていきます。ロープにブレイクしました。エルボーを入れていきます。させません、ロックアップ、逆に返します。エルボードロップ、掴みます、キックで返します。バックに回ります。アップとエルボー、ここでタッチです。キックを打っていきます。逆に切り返します。抱えます。ストマットへの攻撃であります。肘を打ち込んでまいります。こういう打撃系の技はね、スプラッターとした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの心の高さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、蹴ってまいります。腕をフックします。ストバックに突き刺さります。バックを取ります。ハンマーを振りかざします。ハンマーが襲ってまいります。組み合います。パンチで返します。組み合います。ロープに飛ばした、走り込んだのエルボー。さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタッフを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。そうですか。リング上はキャメルクラッチの体勢です。ローププレイクです。ガードします。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。乾いた音が館内に響きます。フロントからのキック、ガードした、エルボーを入れていく、ヘッドバット、これは強烈に決まってますね。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった、組み合った、正面から投げていった、張り手、腕を
フックした。あっと、そのまま後ろに投げていった。引き起こす。強烈ヘッドバット。ここでタッチだ。一気稼いでいく。あと耐えた。いけるか。逆に返した。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。締め上げていった。ハンマーパンチ強烈。起こした。ドロップキックが突き刺さる。今クリーンヒットしましたね。はい、ブロッキー状態か。立たせていく。バッと返した。抱き起こす。逆に捉えた。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。抱き起こす。いけるか。あと逆に返した。引き起こす。キック。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。一気に両立するのか。エルボードラップ強烈。起こした。なんかハリケーンスパイクに持っていった。また打たせない。立たせていく。組み合った。あと逆に投げていった。引っこ抜きか。ハンマー気味のパンチ。いけるか。うまく切り返した。抱き起こす。フロントに捉えた。あっとフロントスープレックス。組み合った。そのまま締め上げる。ここでロープブレイク。ここでスイッチ。強引に締め上げていく。マフラーホールだ。首根っこを掴んだ。させません。タッチ。ガチッと組み合った。バッと投げていった。立たせていく。ストバックに突き刺さった。ジャンピングしたのエルボー。カバーの体勢。ここは連続で割っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。膝頭を入れていく。雄たけびを上げた。引き起こす。このクラッチスリフトリックス。トップロープを狙う。バットミサイルキック。起こした。バットシャイニングウィザード。気合を入れた。腰を落とす。エルボーで切り返す。掴んだ。ハンマーを落としていく。担ぎ上げるのか。ハワイアンスマッシャー。スタナが強烈に決まった。
さあ首をかっ切った。首やった。あっと切り返した。いけるか。すごい形相で締め上げていく。ハンマーパンチ強烈。エビに固める。カウント2返しました。巻き投げで切り返した。肩固め入ったか。あっとドロップキック。組み合った。リバースで返した。起こした。小股に挟んだ。アッサムパワーロープブレイク。逆にバックに回った。ラリアット後頭部。エルボーで返す。バットバックに回った。ラリアット円錐。立たせていく。抜くのか。打たせない。20分経過。ブレーンバスター行くのか。ブレーンバスター。まだクラッチを離さない。ここでタッチだ。ヘッドエルボー打ち込む。覆いかぶさって肩固め。ヘッドツープラトンで放っていった。全体重を乗せたエルボー。いけるか。させません。あっとエルボー。ガジェット組み合った。コーナーに振ってラリアット。スリーパーガッチリ入った。岩壁の母の胸に抱かれました。あっとパンチ強烈。あっと逆にパンチ。円錐蹴り。抱き起こす。コーナーに登ってトップロックからミサイルキック。引き起こす。コブラクラッチに取った。バット返した。さあタッチ。蹴り上げていく。頭を掴んでバット逆にキック。後頭部返事。バットうまく切り返した。組み合った。バット逆に返した。いけるか。ロープに振った。あっとキャッチした。させません。奥歯をかみしめた。高さがあるぞ。ロープに逃れました。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。起こした。クルエクを掴んだ。頭突きを打ち込む。あっと返した。肉体を躍動させる。引っこ抜きか。お、高いところから一気に叩きつけた。ロップブレイク。腕を回した。五臓ロップに染み渡る。蹴っていった。フロントキック。ブロックした。抜くのか。ガッサムボムで叩きつける。ここが踏ん張るとこですね。そうですね。ここからは精神力の勝負ですよ。あと逆にキック。ラリアット至近距離。
場外に移行した。ここでスイッチ。ヘッドローラー、ヘッドローラー。組み合った。ロープに振って、あっとフランケンシュタイナーだ。カウントトゥー。ガジェット組み合った。ロープに飛ばした。キチン進化。あっと返していった。小脇に抱えた。エルボーで返す。決めに行くのか。担ぐか。担ぎ上げてからのスターに持っていった。トゥーカウント。頭を掴んでキックの速射砲がうなる。立たせていく。コブラクラッチの体勢。コブラクラッチ投げっぱなし。雄たけびを上げた。抱き起こす。おっとハワイアンサッシャーが決まった。カウント3が入りました。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。60分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア230パウンド、佐野拓磨。佐野270パウンド、田植明。赤コーナー全日本プロレス215パウンド、剣道カシー。260パウンド、小島サトシ。レフリー和田恭平。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。
両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっと後ろに投げてまいります。起こします。行くのか。逆に投げてまいります。引き起こします。肘を打ち込んでまいります。ロックアップ。逆に倒します。カイナ力で締め上げてまいります。顔面を蹴り上げます。打ち込んでまいります。ロープに飛ばした。そのまま後ろに投げてまいります。エルボー。足を取ります。パンチで返します。張ります。掴みます。させません。キャッチした。させません。フロントからのキック。あっとエルボー。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ここでタッチです。腕を取ります。腕折りに移行してまいります。掴んだ。あっと急所攻撃。キャメルクラッチ。ラクダ固めであります。ロープブレイク。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。掴んだ。ストバックに突き刺さります。おっと逆に捉えた。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。クラシカルな技を繰り出してまいります。キック攻撃を見舞います。あっと膝十字で切り返す。ロープにブレイクしました。鋭いキックです。エルボーを入れていきます。合体のレトロ調の技を繰り出してまいります。ロープに逃れました。組み合います。リング下に落とします。リング下に降ります。ライディングしたネックブリーカー。組みに行きます。お気をつけください。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。掴みます。キックで返します。組み合います。この辺りのグランドサッカーなんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。あ、そうですか。肘を打ち込んでまいります。展開してまいります。ラス殺法に転じます。腕を回します。強烈ダイヤモンドカッター。コジマックスホールドの体勢です。掴んだ。パンチで返します。足を抱えます。ドラゴンスクール。回転してまいります。サンセットフリップ。掴みます。アップエルボー。行くのか。巻き投げで切り返します。10分経過。10ミリッツパン。
そのまま着地した。ソバットを打ち込みます。蹴ってまいります。ブレンバスターに取ります。まだ序盤ですからね、こういう技は読まれやすいですよね。そうは問屋は下ろしませんね。パンチで返します。スイッチしてまいります。いった、天候実感だ。ロックアップ、逆に返します。ストンピングを叩き込んでまいります。ブレンバスターに取ります。バックに回った、腕を回す、ボディシザーストの複合技に転じます。ロープブレイクです。掴みます。エルボーで返します。組みに行きます。倒してまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。組み合います。あと返します。この辺りでちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手としては非常に嫌なもんですよ。そうですよね。ストンピング、蹴りつけてまいります。スタンディネックブリーカードロップ。リング下に降ります。リング下に降ります。逆に捉えた、テイクダウンを奪います。チキンウィングに固めてまいります。抱えます。ブレンバスターで切り返します。リング内に戻ります。ネックブリーカードロップ。起こしてまいります。組みに行きます。逆に投げてまいります。いやらしい攻めを見せてまいります。カウントが入ります。カウント2つで返してまいります。乾いた音が館内に響きます。ロックアップ、逆に投げてまいります。返してまいります。強烈なキックです。張ってまいります。ロックアップ、ロープに振った、ラリアット左腕。館内も盛り上がります。スタンディングを取らせます。エルボーでブロック、バックに回ります。こういう長技っていうのは一見上半身の力で感じに見えるかもしれませんが、本当は下半身の力が非常に大切なんですよ。ああ、なるほど。まさにスープレックスはへそで投げろって感じですね。はい。組み合った。あと切り返した。グラウンドの締めに転じる。ロープに逃れました。逆に返した。ランニングラックブレイカードロップ。腕を取った。バッと返した。フロントキック。掴んだ。バックを取って背後を取り返す。金的攻撃。ネックブリーカードロップ。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。バットキャッチした。打たせない。抜くのか。反撃するのはここですね。ここから突破口を開きたいですよね。終わった。
頭を掴んで、あっと急所、引き起こす、腰に手を回した。ビクトル式の嬉しい逆十字、ここでロープブレイク、あっと逆に捉えた、させません、ここでタッチだ、さあタッチ、のど輪か、脳天ジャンプ、もう針振り切ってますね、すごい気迫ですよね、もうヒートアップしてますよ、気合を入れた、ポペを観光、のど輪に捉えた、そのまま叩きつけていった。さあ、刺された毒矢、注入された、リングに戻ります、蹴り上げていく、ガチッと組み合った、あと逆に投げていった、エルボー強烈、登ってジャンプしてのフットスタンプ、いけるか、逆さを抑え込み、トゥーカウント、まだ足りません、エルボーを打ち込む、組み合った、あっ逆にパンチ、首根っこをつかんだ、エルボー速射砲、さあ人間サンドバッグ現象か、カウントは入る、3つは入りません、25 minutes pass、 ここでスイッチ、対角線に飛ばした。
タジーを体現する男、ザ・プロムナード武藤敬司が入ってきた。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア270パウンド小橋健太。赤コーナー全日本プロレス260パウンド武藤敬司。レフリー和田恭平。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、大変今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。タックルでぶちかまします。します。ショルダータックル起こしてまいります。強烈に打ち込みます。行くのか、倒してまいります。引き起こします。耐えます。掴みます。重いチョップであります。腰を落として逆エビ型の体勢です。足を取ります。ドラゴンスクリュー。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。足に照準を絞るのでありましょうか。けさ切りで打ってまいります。腕を取ります。あっとエルボー、エルボーを入れていきます。膝の故障からついに完全復活を果たしました小橋健太。長期欠場という地獄を乗り越え再び頂点に上り詰めたノアの鉄人であります。熱すぎるその魂、今宵も完全燃焼、早くもバーニング。組みに行きます。ロープに振った。あっと後ろに投げてまいります。頸動脈を狙います。こういう打撃系の技はね、そこからとした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。花形目の体勢であります。ロープに逃れました。チョップが上がってまいります。キックを打っていきます。させません。ブロックします。フェイスクラッシャー。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。キックで返します。掴んだ。首筋に打ち込んでまいります。ロックアップ、逆に倒します。ねちっこい展開に移行してまいります。足を抱えます。パンチで返します。掴んだ。高周波数の音が館内に響きます。ハーフネルソンに取ります。打たせません。蹴ってまいります。手下切りチョップであります。あっと返した。足を抱えた。足を打ちつけていった。小脇に抱えた。
えた。あっと耐えた。首根っこをつかんだ。あっと逆にキック。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。おっと花形目の体勢だ。おっと逆に捉えた。あっと返していった。引き起こす。ちょっと今カウンターになりましたよ。ブロッキー状況か。起こした。あっとシャイニングウィザード。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。ハーフネルソンの体勢、エルボーで切り返す。ドロップキック、膝立たせていく。エルボーで返す。ローリング隠し、頭を掴んでさせません。ガードした。10分経過。強烈逆エビが溜め、ここでロープブレイク。抜くのか。パワーボムだ。カウント 2.5。 まだまだです。足を取った。ドラゴンストリー、膝をねじった。抱き起こす。ジャンピングしたろ。膝へのドロップキック。シャイニングウィザード、一瞬で魔法使い。起こした。掴んだ。膝にピンポイント集中砲火。ピンポイント膝。抱き起こす。シャイニングウィザード、膝が襲った。引き起こす。気合を入れた。足を取った。膝がカラキリ声を上げている。抱き起こす。ドラゴンスクリュー、すごいねじれだ。ここで持っていくのか。あっとシャイニングウィザード、どうか。三沢光晴。
赤コーナー全日本プロレス240パウンド川田俊明。レフリー和田恭平。さあ運命の鐘が鳴った。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴みます、キックを打っていきます、抱えます、エルボーを落としてまいります、ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。メキシカン式の締めを見せてまいります。ボディースラム、ねちっこい展開に移行してまいります。膝へのキックです。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面を管理するかっていうことが大事になってきますよね。ああなるほど、そうだったんですか。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ、キックで返します、腕をフックします、打ち込んでまいります。逆にバックに回った、アッとエルボー、腕を回します。円錐蹴り、現役にして伝説、そして生き流れにして神話と語られますこの三沢光晴。幾多の戦いを制した鉄の右肘、そして何より強い不屈の精神力、まさにこの男は日本プロレス界を代表するエースと言っても過言ではないでしょう。倒してまいります、肘を打ち込んでまいります、起こしてまいります、エルボーでブロック、強烈なキックです。腰を落として逆片指固めの体勢です。ロープブレイク、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。いやらしい顔面へのキック、チョップが放ってまいります。パンチで返します、掴んだ、起き上がり拳の逆水平チョップです。ニードロップ、絞り上げてまいります。組み合います、コーナーに振った、走り込んでのエルボー、そのまま腕を取ります、ロープブレイクです。エルボーさせません。エルボーを入れていきます、組みに行きます、ロープに振って回転したのキックです。足に照準を絞るのでありましょうか。掴みます、エルボーで返します。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。このあたりどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。行くのか、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします、あと返します、ガードします、ブレンバスターに取ります。脳天砕きブレンバスター。リング上は逆片指固めの体勢、に行きます、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます、起こします、強烈ですよ。後頭部痛だか、うまく切り返した、組み合った、コーナーに振った、
ットエルボー打ち込んでいく頭を掴んで蹴っていったキック気持ちだけで打ってますよねはい首根っこを掴んだエルボーを入れていくブロックした湧いてこい俺の力浴びせ蹴りエルボー強烈抱えたあと耐えた掴んだエルボーを打ち込むエルボー先頭落としていったあとエルボーさせませんガジェット組み合ったあと逆に返したハイキック側頭部エルボーを打ち込むいけるかバット逆に投げていった奥歯を噛みしめた投げ捨て式のパーパーブ抱き起こす強烈ジャンピングキック抜くのかあっと顔面ガードしたブレンバスター行くのか垂直落下式 DDT 脳天に杭が打たれたここでロープブレイク顔面蹴り上げるバットキャッチしたバックに回ったストレッチプラムがガッチリと決まった岩壁の母の胸に抱かれましたバックを取って小脇に抱えたこれは受け身取れないですよねデインジャレス直下式小脇に抱えた垂直落下式バックジャンプ組み合ったコーナーに振ってキック強烈強烈ダブル2エルボーを入れていくいけるか対角線に飛ばしたカウンターが待っていたエルボー一気にいくのか